タイムラインはマイケル・クライトンにより1999年11月に発表された SF 小説。この小説では歴史的な観光名所の価値を高めるためにタイムトラベル技術の応用を試みた企業家の要請で中世への時間旅行を行う考古学者たちの物語が描かれる。主人公たちは英仏の傭兵隊の対立に巻き込まれる。本書は クライトンの技術交渉とアクションを組み合わせた一連の作品の一冊を成しており、量子力学とタイムトラベルについて言及されている。アメリカ合衆国では150万部を超える大ベストセラーとなった。この小説は2000年にアイドスインタラクティブによって PC ゲーム化され、2003年にはリチャード・ドナー監督で映画化された。ニューメキシコ州の砂漠の真っただ中で一人で、 さまよっていた老人が担ぎ込まれた病院で急死した。検視を行った医師たちは信じがたい現象に驚愕する。老人の体内は臓器や血管などあらゆる組織がずれ欠損していた。老人の正体は早熟の天才の物理学者で億万長者のロバート・ドニガーが起こした巨大企業 ITC に所属する物理学者だった。同じ頃、 フランスのドルドーニュ県にある14世紀の修道院の遺跡で考古学専攻の学生たちでなった発掘調査チームは現代の製品としか思えないメガネのレンズとヘルプエムリー1357年4月7日と書かれた用品紙を発掘する。その筆跡は明らかに発掘調査チームのリーダーエドワード・ジョンストン教授のものだった。教授は 発掘プロジェクトのスポンサーを尋ねるべく発掘現場を離れて以降消息を絶っていた。助教授、アンドレ・マレクたち発掘調査チームは発掘プロジェクトのスポンサーである ITC の社長、ロバート・ドニガーに緊急に呼び出される。消息不明になっているジョンストン教授の救出に協力してほしいというのだ。その行き先というのが14世紀のフランスだと聞いて、 リーダーのマレクをはじめ、チームのメンバーたちは驚く。クリス・ヒューズ、ケイト・エリクスンとアンドレ・マレクは、教授を現代に連れ帰るために行方を追うことを決意する。中世の衣装に身を包み、14世紀に転送されたマレクたちに、騎馬隊が襲いかかってきた。しかも帰るための時空間転送装置が故障してしまい。 果たしてマレクたちは教授を救出し、無事帰還できるのか。しかし、到着早々、禁じられた銃や手榴弾を持ち込んだ ITEC から付けられた二人の護衛は騎士の集団に遭遇、殺されてしまう。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。